それでは次回6月30日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は6月の月間ダイジェストをお送りします。この後20分からは6月のハッピーバースデー1歳になったよ、30分からの特集コーナーは政府広報番組を放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。